待たせしました。はい、おそばです。春菊お待たせしました。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、おそばです。あの大盛りお待たせしました。もう38年ぐらい経ちます。まあ、先代が、まあ、今もあの夕方ちょっと来てるんですけど、まあ、初めてでかき揚げを出来たてで、立ち食いそばでも出来たてで召し上がってもらうっていうことでずっとやって、来てます。はい、で一回ちょっと脳梗塞で倒れて、で僕がたまたま、まあ、お蕎麦屋さんやろうと思って探してて、でちょっとたまたまここのオーナーが知り合いだったのもあって、で僕が始めて9年ぐらいですね、単店で他に別にチェーン店とかないんですけど、まあ、結構長いお店ではありますね。タクシーの運転手さんとか、あとはオペラシティのテナントの会社の方とか、あとは新国立劇場のスタッフさんとかお客様とか、オペラの時にあの毎回来てくださるお客様も多くて、はい、あのおかげさまで。続いてラジオネームスラップさんないかしら。カッケに唐揚げにレモンをつけるとどう思うんですか。自分はむしろ月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は長野県、土曜日はサンドイッチマン。自己紹介の中央
春菊お待たせしました。はい、どうぞ。お待たせしました。